どうもシュートです。さあ今回もイフトアプリの動画撮っていきますけれども、今回はですね10月10日月曜日から登場しているレアルマドリードの CS ガチャの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ、今回はいつもと違ってちょっと先に言っちゃいますけど、正直無課金でも引いていいんじゃないかなってレベルで、ほぼ全員当たりというか、もう全員ガチスカで余裕で使えるね、それぐらいいい選手がもう揃ってるんで、先週までに登場してた CS とかと比べたらもう5倍10倍ぐらいおすすめですかね。でまあ評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回は全選手紹介していくので、まず8位から見ていきましょう。はい、まず8位はですねエドワルド・カマビンガということで、身長182センチ、左利きのプレーメーカーですね。まあ正直8位でもこれだけ高い能力してるんすよね。まあ TS110 の能力なんか特にねすごい見栄えいいかなと思ってるんですが、まあほとんど緑色ですよね。これだけ足元とかパス上手くて守備もできる選手ってなかなかいないと思うんで、まあかなりいい感じのプレーメーカーかなとは思ってます。ただまあ CMF で使うってなったらやっぱりどうしてもねピルロとかそのあたりの優秀なプレーメーカーっていうのは多いんで、ちょっと序列は下がってくるかもしれないですけど、プレーメーカーで左利きでこれだけの能力っていうのはあんまりいない気がしてるし、ここまで万能な選手ってほんと珍しいよね。まあスキルもワンタッチパスであったり足裏コントロール、あとはまあバックスピンロブとかインターセプトも持ってるんで、もうほんとに攻守において活躍してくれる選手かなと思います。まあ4312とかの DMF1 枚のそこのアンカー的な役割を持たせても面白そうですし、普通に CMF で使っても全然やれる選手なんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ次7位ですねエデル・ミリトンということで、身長186センチ、右利きのビルドアップのセンターバックですね。まあこの選手に関してもまあ通常でも十分強いっちゃ強いですけれども、今回は瞬発力がね5ぐらい上がってるのかな。まあそこがまず結構いいですよね。でまあ守備能力も申し分なく高いし、まあフィジカルとかはちょっとだけ低いかなと思いますけれども、まあこんだけ守備能力あってスピードもあって瞬発力もあって、まあ全然戦えるセンターバックなんじゃないかなとは思いますね。まあ、ヘッダー、インターセプト、ブロッカー、エアバトル、スライディング、タックル、アクロバティック、クリア、闘争心など、もうスキルすべて優秀なので、まあ右サイドバックで使うとしたらちょっとスタミナ低いですけれども、まあセンターバックとしてもう十分に働いてくれそうな気はしますね。ただまあやっぱ2023になってからちょっとディフェンスセンスがね、重要視されるようになったんで、まあそこがもう少し高ければ、90ぐらいあればもっと良かったんですけれども、ちょっとディフェンスセンスが低いから、まあ今回は7位にしたっていう感じですかね。はい、じゃあ次6位ですね。ダビド・アラバということで、身長180センチ、左利きのビルドアップのセンターバックですね。まあ、この選手に関しては先ほどのミリトンとは違ってディフェンスセンスがねかなり高いタイプなんで、ディフェンスを10上げてあげたら TS100 時には守備能力ディフェンスセンスが95乗せると、そこはかなりいいっすよね。ただまあボールダッシュとかがちょっと低いんで、まあそこがどう出るかなとは思うんですけど、まあ配信で1回2回ぐらい使った感じではそんなに悪くはなかったというか、むしろ結構いい感じしたんで、まああんまり気にならないのかな。やっぱディフェンスセンス高いのってすごい重要だなっていうのも感じました。で、あと一つ気になるところはフィジコンですね。ここが TS100 時でも75しかね、エアバトルに5振ったとしてもこんな程度なんで、まあちょっと低いよね。ただまあそこはスピードとか瞬発力で、なんか足速いタイプのセンターバックとしてごまかして使えるかなと思うんで、まあそこそこいいんじゃないかな。で、去年よりかはね、ちょっと CMF とか左サイドバック DMF で使うのには向いてないかなと思ってて、センターバックってね、レベル上限が低いからあんまりポイントをもらえないんですよね。だから足元とかに能力振る余裕がないんで、万能型のアラバとかに育てにくいんですよ。だから CMF とか DMF で使うように育てるよりも、まあ、守備的な左サイドバックかセンターバックとして育てる方が今作はアラバは向いてると思うんで、緊急で中盤とかで使うのはありかもしれないですけど、できるだけセンターバックで使った方がいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、じゃあ次5位ですね。5位はベンゼマということで、身長185センチ、右利きのリンクフォワードですね。まあ、この選手に関してはね、あんまり強化度がなかったかな。まあ、今回ちょっとクイックネスを多めに8上げてみたんですけれども、まあ、確かピックアップで上がってんのかボディコンかな。ただまあそのボディコンもクイックネス8上げたとしても TS100 時に79とね80いかないし、まあ、それ以外フィジコンとかスピードとかはねちょっと能力通常と見比べて下がっちゃってるし、総合値もね別に変わんなかったんで、まあ強いのは強いんですけれども、今回狙うべき選手ではないのかなっていう気はしますね。ただまあ通常持ってない人であったら GP でねベンゼマ買おうと思ったら結構高いんで、そう考えたら今回当てておくのは全然ありかなとは思います。まあスキルもめちゃくちゃ優秀ですし、リンクフォワードっていうプレイスタイル自体がめちゃくちゃ強いんよね。他フィルミーノとか、あとはベルカンプとかも結構僕使ったりするんですけど、めっちゃリンクフォワードって動きがいいんで、多分ベンゼマも非常に強いとは思います。ドリブル能力もあってオフェンスセンス高いんで、動きもいいでしょうし決定力も高いんで、かなり活躍はしてくれるんじゃないかなと思うんでね。まあ持ってなかったら当たりですし、まあ持ってたとしたらそこまで狙わなくてもいい選手かなと思います。はい、じゃあ次4位ですね、ティボー・クルトワ選手ということで、身長199センチ、左利きの守備的ゴールキー
ーパーですね。まあこの選手に関してもちょっと能力がね下がってるんですよね。一応ゴールキーパーの能力にはまんべんなく振ったんですけれども、キャッチングとコラプシングとクリアリングが若干下がってるっていう感じかな。まあレベル上限がちょっとね通常と比べて低いんで、そこがね各能力マイナス食らってしまうのは痛いところなんですけれども、今回ピックアップでディフレクティングが上がってて、個人的にはねディフレクティングめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよ。右に書いてる通りセービング範囲が広くなるんで、ちょっと遠いとこでもねボール触れるようになるんですよね。ここがね TS100 時でも90超えるって本当大事だと思うんで、そこは通常にはちょっと出せない強みかなと。まあ出そうと思ったら出せるんですけどね、他の能力が下がっちゃうから。なんでまあ一応4位にはしたんですけれども、まあ総合値もねそんな変わんないんで、まあポゼッション使ってる方だったらね多分今回のクルトワの方がいいとは思うんですけれども、ショートカウンターとかの方はまあ今まで通常使ってたなら通常でいいんじゃないかなとは思います。でもやっぱ最強ゴールキーパーの一人だと思うんで、シュマイケル持ってない人はやっぱクルトワ使うべきですね。はい、じゃあ次3位ですね、フェルラン・メンディということで、この選手は結構強化幅が通常からあったので今回3位に選ばせていただきました。身長178センチ、左利きの守備的サイドバックということで、まあ僕今まであんまり注目してなかったんですけれども、ちょっと配信で結構メンディ強いよって教えてもらって育ててみたら能力かなり良かったですね。まあ足元系の能力とかは上げてないですけれども、まあ70ぐらい最低限あって、守備能力もまあそこそこいくと。スピードとか瞬発力に振らなかったら守備能力もっと上げることはできます。ただまあサイドバックだったらこれぐらいが十分かなと思ってこんぐらいに止めました。でスピード94の瞬発91ということで、これが TS100 時には96、93いくんでかなり足速いですよね。まあ左サイドバックの代表格といえばやっぱリュカエルなんですがいると思うんですけれども、それと比べてもまあスピシュンどっちも10以上は高いかな。でまあフィジコンはちょっと低めですけれども、ボディコン高くてスタミナ92もあると。でまあこの選手唯一ちょっと気になるところがスキルですね。まあ使えるので言えば足裏コントロール、ピンポイントクロス、闘争心ぐらいしかないんで、ちょっとまあインターセプトとか、まあ、あとはスルーパスとか持ってたらねもうちょっと評価変わってきたかもしれないですけど、まあまあそれでも能力的にはねめちゃくちゃいいと思うんで、まあ今回のガチャの中ではちょっと当たりな方かなと思いますね。まあ、もちろんベンゼマとかの方が万人受けはすると思うし使う人も多いとは思うんですけど、今回の強化幅的に考えたらメンディは結構当たりだと思うんで、まあ当たってもそんなに落ち込まなくてもいいんじゃないかなと思いますね。僕もね当たったんですけれども、しばらくはちょっと使ってみようかなと思います。はい、じゃあ次2位ですね、オーレリアン・チュアメニ選手ということで、身長187センチ、右利きのボックス2ボックスの選手ですね。まあこの選手に関しては結構最初に紹介したカマビンガとね能力似てる感じなんですけれども、なんか相手にいてねすごい嫌なんですよね。多分前登場してたチュアメニとかよりも今回強くなってるんじゃないかな。まあドリブルそこそこできて、パス結構上手くて、決定力とか低いですけれども守備もできて、スピシュンぼちぼちのフィジコンが82あるんで、まあかなり体も強いですよと。でスタミナも87と、まあ十分っすよね。まあアップデで交代できる人数が5人になったんで、 CMF だったらね途中交代させればいいんで、スタミナそんなにね今は気にしなくていいんじゃないかなと思ってます。でまああとはスキルに足裏コントロールであったり、ワンパスルパ、あとはバックスピン、ロブ、インターセプト、エアバトルなど、もう攻撃バッチリ、守備もバッチリ、空中戦もバッチリということで、まあとにかく相手にいて嫌な中盤なんで、まあボックス2ボックスではありますけれども DMF でも全然強いとは思いますね。まあ強化幅的にも今回のガチャの中ではかなり当たりの方だと思います。はい、ではラスト1位ですね、まあ今回圧倒的に当たりでしょう、ビニシウス・ジュニオールということで、身長176センチ、右利きのインサイドレシーバーですね。まあ先にちょっとだけ残念なところ言えば、やっぱり適性が左ウィングと左ハーフしかないんで CF とかでは使えないんですけれども、まあこれでポジション適性とか来て CF で使えるようになったらえげつなく強いと思いますね。スーパーサブ的な感じで使うとより相手からしたら嫌そう。まあドリブル系の能力がかなり高くて、今回はボルコンがピックアップで上がってるんで TS100 時に95いく感じですね。まあドリブル系全て90乗せますね。まあパスもそこそこできて、決定力はちょっと今回そんなに振らなかったですけれども、まあ TS100 時に80あればまあ最低限かなとは思います。でまあスピシュンも94、94とそこそこ上がってて、まあ高すぎるよね、こんな止めようがないよね本当に。配信でもビニシウス使いましたけど、もう組んでぶち抜きましたね。追いつかれる気配もなかったです。でまあボディコンも高くてスタミナもある。でまあダブルタッチ、エラシコ、足裏コントロールあるんで特殊ダブルタッチもできて、まああとはスルーパスも持ってるんでラストパスも上手いと。まあもう一個欠点上げるとすればコントロールカーブ持ってないってとこっすね。コンカールかないかでサイドハーフとかウィングの選手って切り込んだ後のシュートのね入り具合っていうのが全然違うんで、ちょっとそこもったいないんですけど、まあスルーパス持ってるんでね中の選手にパスしてあげたらまあいいんかなとは思います。でまあショートカウンターに2振って90にしても TS100 時には総合値100乗るんでね、まあ本当にダントツで当たりでしょう。今まで持ってるビニシウスも僕通常で総合値97とか TS100 時最高だったんですけど、まあ今回100いくんでね、まあ当たりなことはもう確実です。はい、それでは今回ここで
レアルマドリードの CS ガチャ当たり選手ランキングの動画の方やっていこうかなと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ正直本当に使えない選手がいないなっていうガチャでしたね。今回はもう全員ねガチスカで普通に使える選手たちなんで、まあ引かない理由がないガチャなんかなって正直思いますね。無課金でも余裕で引いていいかな。トレーナー使ってでも育てていいような選手たちしか今回はいないと思うんで、まあぜひねもうみんな引いていいんじゃないかなと今回は思います。本当にコインがカツカツだったとしたら、まあ100コインぐらいは週間 FP に置いといていいんじゃないかなと思います。それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。